本スーパーライト級王者細川バレンタインは2019年4月6日3度目の防衛戦を迎える。対戦相手は井上聖輝。井上聖輝を形容する言葉は枚挙にいとまがない。天才、アマチュア五冠、12戦全勝10KO、 史上最強のアニメオタク。そして彼は日本ボクシング界の最高傑作、井上尚弥のいとこ。井上尚弥と弟の拓磨、いとこの聖輝、合わせて40戦全勝の井上一族。今の日本ボクシング界は彼らを中心に回っているのだろうか。ファミリーがどうのこうのとか、彼もね、やっぱり彼なりにあると思いますよ。絶対に、プレッシャー、プレッシャー絶対にあると思う。その、で、僕も僕なりにやっぱりプレッシャーありますよ。でもあのリングに立ったら僕対彼だから、殴り合うのはね、痛い思いするのも僕たち二人なので、本当に純粋にあのファミリーをどうのこうのとかじゃなくてね、僕はあの強いあいつに俺勝ちたいの、ボクシング界的にも非常に注目度の高いというか、井上聖輝さん、が相手だということで、3年ぐらい前にスパーリングされたみたいな記事を読んだことがあるんですけども、今とは違いますけど、その時の印象はなんかこう、できないことなんて一個もないんじゃないのっていうような感じでした。ただまあ特にパンチがやっぱり強かったですね。ボッコボコにやりましたよ。あ、負けたんですか、そんなに。もうやられました、はい、本当に。あの、多分唯一あの時点で俺の方がすごいなと思ったのは、あの頑丈さぐらいでした。そう、まあ、ご自分でおっしゃるってことは実力差があったってことですね。いや、実力差ありましたね、はい、正直やったと思います。人柄的にはどういう方なんですか、井上聖輝さん。いや、すごく好青年ですよ。あ、そうなんですか、はい、人っぽいですよ。もう、あの、私の100万倍はいい人だと思いますよ。あの、礼儀も正しいし。あ、そうなんですか、うん、今回僕対聖輝の試合が多分これだけ注目されているのは、間違いなく日本のスーパーライト級では誰が一番強いんだというのを競い合う試合だということをみんなが認識してるっていうことだと僕は思うので、そういうところに立てる自分がやっぱり誇らしいし、僕がお客さんでも見たいですもん、僕対聖輝の試合を。今回の試合が注目されているのは2人の特徴が対照的なことも理由の一つだろう。話を聞いていくと人格面でも様々な違いがありそうなのだが、試合展開に関係してくるのはやはり15センチもの身長差だろうか。はい、でも身長差も15センチぐらいあるんでしたっけ。そうですね、あ、僕の場合でももう、まあ、そもそも、はい、僕が減量せずにスーパーライト級でやってるので10センチ以上はもう当たり前にやってますから。ただやっぱり今回は特にいつも多くても12、3センチなのにやっぱり15センチまで来るということは、彼はスーパーライト級の中でも大きい方ですよね、うん、僕はスーパーライト級の中ですごく小さい方なので、うん、一番ぐらいじゃないですか、日本のボクサーは。そう、僕多分世界で見ても多分一番小さいと思いますよ、うん、はい、身長の代わりにボクサーとは思えないほどの筋肉量を誇るバレンタインだが、驚くべきことに彼はほぼベジタリアンである。その方が体調が良いからという理由で決まった日だけ肉を食べているそうだが、どうやら最近さらに筋肉が増えて減量が必要になっているらしい。そうですね、うん、まああの減量が必要になってきているっていう言い方をするとね、ちょっと笑われるかもしれないんですけど、今まではですね、練習終わりで、はい、63.2kg ぐらいになってたので、まあ、本当練習すれば減量いらないという感じだったんですけども、前回の稲垣選手あたりの頃から練習終わっても 63.5 を切らなくなってきたんですよ。で今回はちょっとやっぱり 1kg ぐらい重いですね。なのでまあ僕はあんまりさと減量という減量しないので、試合前の1週間に、お菓子を食べないっていうのがあの僕の減量法だったんですけども、今回については
3週間4週間前の先週から、大好きなお菓子を食べないという減量法をやってます、はい、最後に食べたお菓子は何？最後に食べたお菓子はこれはプレミアム配置ですすごい美味しいんですよ。あ、じゃあファンの方に何か送ってもらうことがあったらプレミアム配置をちょっとリクエストするような感じ、ヨーグルト味が本当に大好きで練習終わったら必ず食べてますこれもう一回聞きますけど、それ別にパーマかけてなくて生やしてるとそんな感じになるんですよね。これ地毛です。いや、いいですね。そういうところやっぱり普通には見れないじゃないですかあんま見せてないですか頑張ります。はい、ありがとうございました。くたくたありがとうございます。1年前の2018年3月大手金融企業を退職して純粋なプロボクサーとなった細川バレンタインは、なんと今年の1月に不動産会社を起業したという。彼にとっての仕事とは、そしてボクシングとはどういう存在なのだろうか。僕もね、突発的に辞めたとはいえ、蓄えが全くなく辞めたわけではないので、ある程度はい、うん、は残して辞めて、うん、でまあ結果的に防衛もして、うん、いい感じで1年は経ったので、うん、はい、そこら辺の問題はないです。うん、じゃあまあ年に試合やってるとまあギャラも入ってくるし、そうですね、はい、なるほど。まあそれならいいんですけど、まあそのなんか切羽詰まって仕事始めたらなとか、はい、いうふうな発想が出ちゃうじゃないですか。そうですね、そうですね、やっぱり、うん、そこなんですよね。やっぱり一番難しいところはね、好きなことをやっぱりできないっていうのは、でも多分ね、みんなの感覚だと思うんですけど、好きなことを中途半端にしかやってないから多分食っていけないんですよ。僕ね、今1年やめて思うのが、みんなやっぱり好きなことじゃ食べていけないんだよって言うんですよね。お金もこうしないと、僕もそう思ってた人だけど、でもね、それはね、好きなことを中途半端にしかやってないからなんですよ。これね、好きなことをもう没頭してもう本気でやったら、必ず誰かが何かそれを求めるぐらいのものってできるんですよ。ボクシングに限らずとか、ボクシングに限らず、僕絶対そう思います。だから、まあ、今回僕不動産に対して僕は起業したって言いましたけど、僕の好きなことなんですよ。好きなことであれば、これにも没頭できれば、僕はきっとこれでも生きていけると思ったので、だから好きという方向から選びました。試合展開を自分で予想するとしたらどういう感じですか？どうなんだろう、いろんなシミュレーションはしますよ、うん、そうですね、俺が叩きのめされてるシミュレーションとか、でもこういうことがあり得る、こういうことがあり得る、こういうことがあり得るという状況をまず練習の一番最初にも出して、今それをもう一個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 もう潰しきったところです。うん、僕ね、理想の展開はって聞かれたんですよ、はい、僕はね、盛り上がる試合をするのが試合中でも一番上がるんですよ、気持ちがですね。なので僕が倒して、で倒し返されて、で最後僕が倒して勝つ、理想のって言われたらもうこんな感じです、うん、なので苦戦も含めて僕の理想です、うん、でもファン目線ですよ、それ、いやでもだって僕プロだもん、うんうん、そうですね、そう、間違いなく面白い試合になるので。あ、本当ですか？期待していただきたいと思う。こういうカードが組まれることってなかなかないんですよ。やっぱりボクシングはプロスポーツだし、まあ、プロスポーツがゆえにビジネスの部分がすごく多くなってしまっている、うん、僕が思うに、このタイミングで外から見てて、今この2人どうなのという時にそのカードが組まれるっていうこと自体はボクシング界ではすごくレアなことだと思います、うん、今回の試合はね、若さ対
経験みたいな感じで言ってくれた人いるんですけど、僕はね違うと思います。僕はね若さ対僕は勢いだと思ってます。勢いは絶対俺の方がある。ああなるほど、うん、なので、まあ、ちょっとそういう目線で見ていただきたいな。残してくんだ踏みしめてきた果てしない足跡、この両手は欲しいものを勝ち取るためにあるんだ、立ち向かおう途方もない壁が立ちがだかろうと立ち向かおう、何万トンのプレッシャーは跳ねのけぶちかまそう、本当は不安で仕方がないけどぶちかまそう、何万トンのプレッシャーを乗りこなして何度も何度も立ち上がってく、何度も何度も書き分けてきたんだ、何千何万回と振り続けてきた拳を信じて、何度も何度も立ち上がってく、何度も何度も挑んでゆく、燃え上がる炎と誇りを細胞に刻め、立ち向かおう立ち向かおう、ぶちかまそう、ぶちかまそう、あの趣味は完全にアニメだっていうふうに公言してますけど、そうですね、もうそれずるいですよ本当に。もうねアニソンで入場してくるわけでしょ。はい、します。弱そうじゃないですか、ね、そんなふうに思う人いないですよ、ね、本当。もうねなんか俺もちょっとたまにトラウマになりますよ。やべえ俺アニソン聴きながら殴られるんだって思って、もうね悲惨ですよねマジでね。うん、でもねそれがでもいい例だと思います。人の多様性ということで関係ないんですよ、何々をしてるから強いだと。